ドイツのウェストフォイシャスミュージアムフィアーアーカイオアロギーに展示されているローマンカルトロップ16世紀のカルトロップカルトロップの例中国女子博物館所蔵、両代の雑誌赤座、壮大の詩、赤座元の時代に使われた火薬仕様のものカルトロップとは西洋で使われた三皮脂である。二つ以上の鋭いスパイクを持ち常に一つは地面から上を向くような形状をしており、 それらを地面に巻くことで、馬、戦像、人間の部隊の足の裏に怪我を負わせる。または、歩行を妨害し、移動速度を下げることを狙った兵器である。特に、ラクダの柔らかい足に効果的であった。近代でも、車のタイヤをターゲットに用いられている。ラテン語のカルシトラパを語源とする。フランス語のチャウセトレイップも同様である。ローマ時代の名称、トリビュラスは、 浜まびの由来ともなっており、この植物の種子は足に怪我を負わせたり、タイヤをパンクさせることがある。この植物はカルトラップを名前の由来とする紫いがや車菊とよく比べられる。カルトロップと同様の形状を持つ水草は、ウォーターカルトラップと呼ばれる。菱の禁縁種をにびし、姫めは忍者が三菱として形態していたとされる。通常菱は、 トゲが二つで使用できないが、この金言種はトゲが四つで一つは必ず上を向くようになっている。一世紀のローマ人歴史家クイントスクルティウスルーフスの著作アレキサンダー大王の歴史法13.36には、早くとも紀元前331年に鉄のカルトロップがペルシャのガウガメラの戦いでアレクサンドロス3世に対抗する。 ダレエオス三世によって使われたと記述されている。ローマでは、それらはトリビューラスもしくはミューレックスフェリアスと呼ばれ、後者はギザギザの鉄を意味する。それらは、紀元前53年のカルラエの戦いでも使用された。4世紀頃のローマ帝国の軍事学者ウェゲティウスは、著作、軍事論で、カマ戦車にこう記している。アンティオコストミトリダテスによって、 戦争で用いられた武装戦車は当初はローマ人に恐れられたがその後は笑い草にされたこの種の戦車が常に平原と平地で出会うこともないのでそういった場で戦うのをやめたそして馬の一頭が殺されるか怪我をすると敵の手に落ちるローマの兵士たちは主に次のような工夫によって馬を無力化した交戦が始まるとともに戦場にカルトロップをばらまく そうすると戦車を引いて、フルスピードでその上を走った馬は必ず撃破された。カルトロップは、4つのスパイク、または尖った先端で構成された器具で、どのような方法で地面に投げても3つのスパイクで、地面に固定され、4つ目が上を向くようになっている。米国戦略情報局によって、タイヤの空気を抜くために使用された、中空パイプで作られた、カルトロップ第二次世界大戦では、 効果的に、活行範囲に使われた。ドイツ軍は、クローズフィットと呼ばれる2枚の板金を組み合わせて、明細色で塗装したものを 76mm、もしくは 64mm で製作した。それらを 500kg の爆弾と同じ大きさの容器に、詰めタイヤをパンクさせるため道路や飛行場の上空で、投下し、空中で爆発させ散布した。同時期、 米国特殊作戦執行部と戦略諜報局によって数々の編集が作られた。開発されたものは今日でも対車両用や朝鮮戦争では靴底が薄かった中国軍に対しても使われた。南米のいくつかの都市ゲリラはミゲリトと呼び伏撃後の追跡を撒くために使用した。また強盗団が車両をパンクさせ修理のために降りた人を襲うマキビシ強盗や その他の犯罪に使用された事例がある。アメリカのキャタピラー社の1990年代半ばのストライキで使用され、ピケットラインを横切る車両のタイヤをパンクさせた。会社と労働組合のどちらによるものか不明なため、互いに罵り合うこととなった。スクールバスや運送業者などが巻き添え被害を被った。イリノイ州の州議会は、このような器具の所有を軽犯罪にする法律を、 可決した。カルトロップには様々な象徴的な使い方があり、一般的には紋章学でチャージに使われる。ありがとうございます。